パッ。アネアセヨヒヨンです。今回はですね、3日間のコーディネートとちょっとしたその Vlog たちを撮っていきたいと思います。で、これは2回目の企画になるんですけど、結構私も撮っていて楽しかったり、みんなも楽しんでいただけたかなって思うので、つべこべ言わずに始めますか。それではスタート。はい、ということで今日から3日間のコーディネートとちょっとした Vlog を撮っていきたいと思います。で、初日目にして出品の登場で大変申し訳ないんですけど、今日ですね、オンマとの予定なのでお化粧はちょっとお休みの日にしました。今からオンマとブランチをしに行きたいと思います。いっ、オンマちゃんと合流しました。どうですか、今日の気分は。今日は雨だから中の上ぐらい行ってきます。ランチに来ました。今日はこちらにザ・ベルコモに行きたいと思います。楽しみ。今日はですね、オンマとのスペシャルランチということでコースにしたいと思います。ご飯は何を頼んだかお楽しみに。前菜のスープが来ました。なんか冷たいスープみたいです。ケーキと唐辛子が入ってるって言ってたね、辛っ。2品目はウニのクリームパスタにしました。絶対ウニのクリームパスタ頼むよね。あった。アーリオオーリオも一口ちょうだいね。実食実食、めちゃめちゃ美味しい。おいしい。メインはメカジキのソテーにしました。いただきます。レモンバターです。おいしい。デザートです。バスクチーズケーキと白桃のパフェです。かわいいね。ね、おいしそう。いただきます。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。この後はオンマにコーディネートを取ってもらいます。お願いします。はい、ということで今日のコーディネートはこんな感じです。で、帽子はこのプラダのやつです。今日はメイクをしてないので帽子をかぶって隠してます。で、トップスは韓国で買った、本当に500円ぐらいで買ったやつを今でも愛用してます。超ドシンプルなやつ、うん、で、スカートはクランクのやつなんだけど、ちょっとプリーツが大きめで大人っぽいやつです。このスカート的にちょっとタイプなトップスの方がいいかなって思って、うん、こんな感じで合わせてて、なんかインするよりも最近こうやってアウトして着てるのがハマってる、自分で。で、バッグはこれバイまで買ったんですけど、かわいい。超可愛いよね、うん。これは韓国のブランドのやつで、めっちゃ可愛い。で、靴はフジビビのサンダルです。なんかここにブルー入ってるし、うん、合うかなって。で、アクセサリーは、いつものティファニーのやつと、これはゴリ君にクリスマスにプレゼントしてもらったエルメスのバングルと、バンクリーフのネックレスでもらった指輪です。そしたらこの後はちょっとね、車屋さんに行きたいと思います。はい、今から車屋さんに向かうんですけど、今車を買うのを検討していて、その車を見に行くっていう感じです。こっち行ってまいります。てか右だ。え、はい、ということでポルシェに来ました。ちょっと今から相談に行ってきます。この後はちょっとオンマと過ごすんですけど、1日目のコーディネートというか Vlog は以上になります。また明日。今日はですね、ハナちゃんが撮ってくれてるんですけどこのエカトのイベントにエカトのイベントに行ってきました。
なんか炭酸パックとか、あのビタミン C の美容液とか、オールインワンの化粧水とかめちゃくちゃ良さそうだったから、早速ね。ね、やばかったよね。やばかった。使いたいと思うんですけど、そんな今日のコーディネート、こんな感じです。今日はめっちゃ暑いじゃん、もう。やばい、ね、だから真夏を意識してちょっと涼しげなカチューシャにしたの、うん、これがキャセリーニのやつで、トップスはこれバースデーバッシュのやつです、うんうん、2年素材だからめっちゃ涼しい、うんうん、でデニムは韓国で買った、多分いつも履いてるやつですで靴はミューミューです。バッグはこれはマルニーのやつかな、うん、で傘はマイプーちゃんがモデルしてるとこ、うん、はい、これは絶対こいつさしてこうやって歩いてこの後はちょっとランチをしてから、その後またミーティングをする予定です。表参道ヒルズの野菜屋メインに行きます。今からちょっとメニューを決めるんですけど、私の候補的にはこちら、うん、そしてこちら、うん、そしてこちら、うん、多いな。せーの、か打ってバンバンバン、なんてだ、一度打ってバンバンバン、セールもしか違うんかい。え、どうしよう、ミーティングなのにご飯なんてしか考えてないお腹すいた、ペコペコすぎ。今日朝起きた瞬間何も飲まずに、うん、食べずに来たの、うん、2、3度寝したから、うんうん、何になったかお楽しみに個室に行きました。個室に入れてくれたね、うんうん、最近のお気に入りをご飯が来る前に紹介します。タラン、ジェラートピケオムのナチュラルハンドクリームシトラスミントのやつ。これめっちゃいい香りだよね。これめっちゃおすすめです。いいよね。めっちゃ良い。女の子だけどさっぱりしてるって感じ。うん、で今日のリップはこのヘラ。もうずっと使ってるわこれ。センシアでスパイシーヌードグラス422番です。でもう一つこのボビーブラウンのちょっと色をつけてくれるやつ。うん、エクストラリップティントベアボビーの色です。はい、ちょっとした私のおすすめ紹介でした。ご飯を待ちます。ニキビパッチ貼ってます。すごいですね、あんな顔が来ました。動画を撮っております。いただきました。みんな好き焼きです。これ絶対正解だもんね。美味しそうすぎる。絶対正解これ。いただきます。ランチミーティングが終わって今からオフィスに戻ってまた打ち合わせしたら今日は終わるので2日目はここで終わりたいと思います。バイバーイ。はなちゃんもバイバーイ。今からバズライトイヤー見に行きます。最高すぎてこの日をどんなに待ちわびていたか。ずっと前から予約しようと思うね。はい、あのちゃんと予約できる2日前から予約しておりました。ゴリ君の予定も聞かずに勝手にちゃんと聞いてました。はい、行きましょう。いいマスクをつけます。終わりました。終わりました。楽しかったです。よかったね。男の子が好きそうですねネタバレするので確かに。内容は今からは、今からはこの後ご飯に行きます。ちょっとショッピングしてから。何食べるんですか。お寿司です。今日は特別ご飯です ね。ではでは。3日目のコーディネートはこんな感じ。はい、今日はワンピースを着ました。デートだったかな。可愛い、大人っぽいですね。これは名前忘れちゃった。母さんなんとかみたいなところのワンピース初めて着た。うん、初めて見た。可愛いよね。可愛い。ピアスはこれセリーヌのこれも初めてつけたやつ、うん、で首元がちょっと詰まってるから髪の毛は1本にしました。いいですね。でバッグはこちら。可愛くない。ロンハーマンだっけ。
ローハーマンだ。で一緒に書いてる。ローハーマン、そうだそうだ。これも初めて。ね。靴はシャネルのサンダルにしました。いい感じ。歩きやすく。今日は夏お姉さん仕様です。そうです。今日も可愛いですね。行きますか。行きましょう。ゴリ君はこの前ヒヨンがアウトレットであのプレゼントしたモンクレールの T シャツを着ております。気に入ってる？めちゃくちゃ気に入ってる。嬉しい、ありがとう。で、これは一緒に選んだサンローランのバッグ。可愛いよね、これは。可愛い。はい、って感じです。なんとこれお皿の。お皿のクリスマスにもらったやつ。もらったじゃなくてお高いプレゼントしたやつ。そうそうそう。って感じで、こういうカップルコーデをしております。美味しそう。ウニ。カニ。カンカン。カンキマです。どうですか？最高ですね。どうぞ。夏長いんですか？美味しい。もう洋食って感じ。リゾットみたいな。なんか春みたい。ゆりくんの髪の毛みたい。ご飯が終わって、今からゴルフショップに行きます。行きましょう。って感じで今日の3日目は終わりです。バイバーイ。はい、って感じで帰ってきました。今日はねすごい充実した1日になったんですけど、今回の動画はちょっと3日間のお洋服の紹介とちょっとした Vlog を撮ってみました。いかがでしたか？ほとんどが iPhone の撮影になってしまったので画質がねちょっと良くなかったかもしれないんですけど、この動画が楽しかったりまたこういう Vlog とコーディネートを見てみたいなって思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。クラーン、アンニャーン。